マーサウェイン・ライトは、カナダ系アメリカ人のフォークロックシンガー・ソングライター。彼女は、アメリカのインディーズレコードレーベル、ラウンダーレコード、イギリスのドラウンド・イン・サウンド、カナダのメイプル・ムーシク・レコーディングス、ヨーロッパのブイニレコード、オーストラリアのショックレコーズと契約している。彼女は、自身のパフォーマンスに対して肯定的なレビューを受けている。2013年、彼女は、 テレビドラマシリーズ、トラウマ第4シーズンのサウンドトラックアルバムを録音した。彼女は、カナダリーズという番組の2015年版に参加し、ジョセリン創シへの小説、アンドザバーズレインドダウンを支持した。アメリカのフォークシンガーで俳優であるラウドン・ウェイン・ライト3、スリーとカナダのフォークシンガー・ソングライターであるケイト・マクギャリグルの娘である。 彼女はカナダのケベック州モントリオールで兄のルーファス・ウェインライトと一緒に音楽一家で育った。2007年9月に音楽プロデューサーのブラッド・アルベッタと結婚。しかし2018年の時点で離婚している。彼らには二人の息子、アルカンジェロとフランシスがいる。2020年、マーサはカナダのミュージシャンをフィーチャーしたバイリンガルプロダクションであるテレビシリーズ。 ミックスチノのホストを務めた番組はネットワークユニーズ TV で放送されたありがとうございます。